はじめまして、梢です。イラストレーターとモデルをさせていただいてます。今日は私のバッグの中身を紹介させていただきます。いつも使っているバッグがこのローラジマチオさんのバッグになります。中にポーチが入っているので、あんまり私、こまこまポーチ持って分割するのが苦手なので、これをよく使ってます。こんな感じの形でショルダーバッグとしても使えるので、結構毎日使うことが多いです。中身の方を紹介したいと思います。まず私が使ってるお財布がこの端ばみの三つ折り財布で、日本のレザーブランドさんなんですけど、結構手に馴染みが良くって、長く使っててちょっとクタクタになってくるところも可愛いなと思って気に入って使ってます。ポーチがこのカバンと一緒のローラジマチオさんのポーチなんですけど、この中にリップとかあと鍵とか入れて、違うバッグとか持つ時でもこれだけ入れれば大丈夫みたいな感じでよく使ってます。中に入ってるのはこの後で紹介しようかなと思うんですけど、この2つのリップ、2種類のリップと、あとはおうち等々の鍵とキーホルダーですね。キーホルダーはこれすごく悩んで買った、シナで君が代ちゃんというキャラクターのキーホルダーと、こっちの吉岡美希さんというクリエイターさんのキーホルダーをつけてます。私がイラストレーターの仕事をさせていただいているので、このペンポーチといつも使ってるこの用紙と、あと描いた絵もそのままこの中に入れちゃってるんですけど、こっちに結構コピックだったりとかいろんな種類のペンをいつも入れてて、ちょっと大きいんですけどこれをいつも持ち歩いて待ち時間だったりとかそういう時に絵を描いたりしてます。中身の方、このペンポーチの中身なんですけど、だいたいいつもこのコピックっていうペンを使って私は描いてて、これが結構何本も入ってるのでこんな感じにいっぱいいっぱいになっちゃってます。あとはちょっとした時にメモを貼りたいので大きめのメモと、あとはここに付箋だったりとかマスキングテープだったりとか、絵描く時に欲しいものは全部この中に入ってます。イラストのこの紙の袋はちょっと違う方にファイリングすればいい話なんですけど、私はこのなんか使ってたらクタクタになる感じが好きで、結構描いた絵とか、これはさっきこの撮影来る前にカフェで描いてたんですけど、こんな感じで絵を描いたりしてそれをインスタグラムにアップしたりとか起業させていただいてます。ホームページのアイコンだったりとか、全然私のイラストっぽくないテイストだったりもするんですけど、ちょっと商業イラストの今勉強中なので、それの関係で描かせていただいたりとかもしてます。イラストを勉強をちゃんとしたことはなくって、ただ両親が美大に通っていたので、それでちょっと両親から教えていただいたりですとか、あとは好きなイラストレーサーさんのやつとかを参考にしながらこう自分なりに描いてって、やっとこう自分のテイストを見つけてきたかなっていう感じですね。描き方とか今は手書きが多いんですけど、ちょっと前はイラストレーターとか使って描いてたりとかもしたので、まあ、ゆくゆくはデジタルでも手書きでも両方でお仕事できたらいいなと思ってます。だいたいいつも持ってるのがこれと、あとこのいつも使ってるロールバーンさんのノートになってて、ここに私大学生もしてるので大学のこととか、あとはお仕事で打ち合わせさせていただいた時に書くこととか、もう何でもノートみたいに使ってます。なんか前まではロールバーンさんの手帳を使ってたんですけど、携帯でカレンダーとかスケジュール管理するようになっちゃったので、今はもう
ノートだけにしてて、あとはなんかこんな感じでよく付箋にお絵かきしたりとかもするので、その付箋の行き場がなくなっちゃうのでここに書いたりとかもしてます。お財布と合わせていつも持ってるのがこのパスケースなんですけど、最近やっとこの好みのやつを見つけて、これはニコアンドさんで買ったやつなんですけど、本当はコインケースみたいでこんな感じで2つ折り入れ、2つポケットがついてるので、私はこっち側に定期で、こっち側にまたなんですけどイラストをチェキプリントしたやつとかをちょっと入れたりしてます。こんな感じでチェキでのプリンター持ってるので、それで印刷したやつをここに入れてます。なんか前のパスケースの時も入れてたので、それをそのままこっちに移動させたって感じですね。このパスケースも私何でも携帯とか、あとはイヤホンケースとか何でもポケットに入れがちなので、このパスケースもボトムスのポケットとかに入りやすいようなサイズを探してて、薄さとかもすごくちょうどよくてお気に入りです。前働いていたアパレルブランドさんで取り扱ってたアイウェアのブランドで、キャスさんってキャスアイウェアさんって言うんですけど、そこのサングラスをいつも使っていて、これともう一種類持ってるんですけど、今日は服装がシンプルだったのでちょっともう一個カラーを持ってきたいなと思って、ちょっとこの縁が太めのメガネ、サングラスですね、持ってきました。これは私結構そのサングラスとかするときに、昼間はいいんですけど夕方とか暗くなってからもうなるべくつけてたいなと思って、このレンズが薄めのやつを使ってます。こんな感じでつけてますね。でなんかレンズ薄いんですけど UV もカットの機能もすごい優れてるので、私としてはおすすめのブランドです。マスク今日つけてるやつは、これはこれ自体は母が作ってくれたやつで、母がなんかコロナの自粛期の時にクリーマさんですごいハマって作って販売してたマスクなんですけど、それとあとエアチャームさんっていうハンドメイドアクセサリーさんのブランドでいただいたこのチェーンをつけてます。このマスクチェーンが結構すごい私はお気に入りで、長さがだいぶ変えられてネックレスとかにもできるので、チョーカーだったりにもできますし、私は色も形もすごい可愛くてお気に入りです。マスクは何だろう、市販とかで売ってるマスクっていうよりかはこういう感じのちょっと柄が入ってるものとか形とかデザインが特徴あるものを使ってることが多いです。なんか今日とかさっきも言ったんですけど、オールブラックの日とか無地の日とかシンプルになりすぎちゃうので、マスクをプラスワンアイテムみたいな感じで使ってて、ちょっと差し色で使ったりとかしてるので、意外と私はマスクコールとかもうコロナ入ってから始めましたけど好きでやってますね。マスクで差し色するようなファッションとかよくやったりしてます。いつも使ってる iPhone ケースがこの Apple の充電機能付きケースで、なんかこの前のケースがダメになっちゃって新しいケース探してる時に、なんか半分衝動買いみたいな感じでバッテリー付きのケースを買ったんですけど、デザインもすっきりしてるのでこのパスケースと一緒にポケットにも入れられますし、あと私はとにかく携帯をよく iPhone をよく使うので、バッテリー機能付きはプラスでバッテリーとか持ち歩かなくていいので私はすごい重宝してます。多分この機種を変えたとしてもまたこのケースは買うぐらいすごい大事なケースです。なくなってもこのやつから自動的に充電もう1回分してくれるので、これで結構1日持って、で充電する時もここにから充電すればもう携帯もケースも全部充電
できちゃうので、場所とか私結構そのコードがごちゃごちゃするのが好きじゃないので、そのバッテリーも充電して携帯も充電してっていう感じじゃなくて1個でまとまるので、これはすごい大事ですね、うん、命の愛iPhone ケースになってますハンドクリームとこっちのあとこの辺のコスメ系になるんですけど、このリップクリームをいつも持ってます。こっちのハンドクリームは前に友人に新大久保に連れてってもらった時に、これ以外にもいっぱい種類があって柄もめちゃくちゃ可愛くて迷ったんですけど、これがなんだっけ、パフュームドハンドシアバターのっていうやつのフローラルムスクっていう香の香りなんですけど、このムスクの香りが私もともとすごい好きだったので、この香りにしました。デザインもコンパクト でさっぱりしすぎずしっとりすぎずっていう感じなので、こうさらっと塗りたい時とかに使えて、今とかもうどこ行ってもアルコール消毒になっちゃうので、でそれで手が結構乾燥するので、このハンドクリームはいつも使ってます。これ以外にも多分全部で10種類ぐらいあったのかな、種類が。で全部パッケージも可愛くって迷ってたんですけど、もうこの香りと、あと私紫が個人的に紫色が好きなので、もうパッケージが紫っていう単純な理由でこれにしてます。でもなんか初めてこの間これ買ってたんですけど、すごい良すぎてまたリピート買いしたいなと思ってます。いつも使ってるのがこのリップケアはこの3つで、今私がつけてるのがこの2色なんですけど、だいたいこの下地でワセリンのリップクリームをつけてて、でいつもこの白とトムフォードを2色使いしてるんですけど、だいたいオレンジリップか赤のリップが多いので、この白の、オレンジリップを最初に下地みたいな感じで塗って、その上からこのトム・フォードの超赤のマットリップを塗ってます。で結構このマットリップ単体だけだと私の唇荒れやすいのか結構カサカサするので、こっちの白のリップだと中にジンジャーが入ってて保湿とかもすごくしてくれるので、だいたい何塗る時も一番最初にこの白のリップ塗ってますね。はい、これなんかこれ単色で塗る時もあるんですけど、今とかだと冬のコーデでちょっと深めのカラーとかが多くなってきたので、最近はこの赤リップを重ねて塗るようにしています。今この中心わかるかな、わかんないですけど、中心ぐらいに塗ってるのがトムフォードのリップになります。だいたいこれ1個だけだとちょっとこう唇のがドンって出すぎちゃうので、なので私はこれを中心だけに塗って、ちょっと唇がグラデーションになるようなじわっとした感じになるように見せてるつもりですなってるかわかんないですけど最近使ってる香水がこのイヴ・サンローランのモンパリのオーデパルファムなんですけど、香水は好きで何種類か持ってて、で夏はだいたいブルガリの香水をつけてるんですけど、冬とかちょっとなってくる、寒くなってくるとなぜか私はこの香りがよくってこれをさっとつけてます。もともとこれプレゼントでいただいたものだったんですけど、お気に入りすぎてもう一回リピート買いしました。なんかちょっと甘めの香りなんですけど、男の人にも女の人にも結構好評で、つけてるとどこの香水って聞かれることが多いぐらい、これ買うときお店の人にも同じこと言われたんですけど、結構いろんな人に好かれやすい香りかなと個人的には思ってます。ちょっとだけでもしっかり香りが
出てくれて長持ちするので、私はこれをワンプッシュぐらいつけていつも出かけてます。これが、このポーチも使いすぎてちょっとクタクタになってきちゃったんですけど、ミニーチキンさんっていう作家さんがいて、その方のイベントポップアップみたいなのされてた時に買ったこの巾着袋に、いつも予備のマスクと、これは猫さんっていう方が作ってらっしゃるブランドのマスクなんですけど、このマスク、予備のマスクをいつも入れていて、あとはちょっと今日とかおろしてる日とかご飯食べたりするときに髪の毛まとめたいなって思ったりするので、ちょっとちっちゃいゴムだったり、こういうピン留めだったりとか、アクセサリー類が入ってます。あとは結構今日もこんな感じで指輪をよくつけてたりするので、指輪だったりとか、あとイヤリング、今日のもうこういうイヤリング大食いのイヤリングすることが多いので、ちょっと忘れた時用に予備のイヤリングとかをいつもカバンに入れて、アクセサリーはいつもたくさんつけたりしています。これは本当についさっきなんですけど、ちょっとこの前のお仕事の時にお話ししてたら、今日の髪の毛とかやってくださった方とお話ししてたら、なんかアクセサリーも作られてるっておっしゃってたので、見せてくださいって言ったら可愛すぎてその場で買ってしまいました。ちょっと大ぶりのアクセサリーで、今日みたいなシンプルな日にはすごくいいなと思って、意外ともともとピアスもよくつけてたんですけど、重めのこういう大ぶりのやつとかだとイヤリングの方が耳が痛くならないなと思ったので、イヤリングを最近はつけてて、でもイヤリングのレパートリーってあんまりないので、可愛いとかすごい思った時は割とすぐ買うようにしてます。どこに行ってもなんかその日イヤリング買う予定がなかった日とかでもちょっと買っちゃったりとかして、アクセサリーはこまこま集めてますね。はい、はい、これはブローチで、これももともと母のやつなんですけど可愛くて、で今日はこのマスクのチェーンをつける予定だったので、ちょっとそれにアクセサリーというかネックレス合わせたりするのは違うかなって思って、今日はこのブローチにしました。結構なんかそうですね、アクセサリーとか選ぶとき、お洋服との掛け合いをすごく私は大事にしていて、なので今日みたいなこうあんまりこう、まあ結構手とかにもつけてるのでジャラジャラしちゃう日もあるんですけど、なんか他が派手な時はワンポイントだけとか、他がシンプルな時はちょっとたくさんつけてみるとか、そういうのを意識してアクセサリーは使うようにしてます。今日のやつ、これトップスに見えてロングのワンピースなんですけど、なんかこうオールブラックでストーンとしてシンプルなワンピースを今日は着てるので、ワンポイントで真珠のちょっとヴィンテージのブローチを使ってます。まあ大学に通いつつなんですけど、事務所に所属させていただいて、ファッションのアパレルのモデルさんですとか、あとはアクセサリーのモデルさんですとかの撮影のお仕事をさせていただきながら、まだこれはちょっと趣味半分お仕事半分みたいな感じなんですけど、イラストレーターを3年前から始めて、自分で個展開いたりですとか、来月もちっちゃいポップアップやるんですけど、そんな感じで絵は描かせていただいてます。これからこっちはもっと頑張りたいなっていうところですね。はい、結構そのお洋服のことも好きだし、撮影も好き、今日みたいな感じで何かお伝えすることとか撮影も好きですし、あとはイラストも好きだしみたいな感じで、結構こう、ま、方向性は多分全部大体一緒なんですけど、やりたいことがこういくつかあるので、こうそれを何か一つの形でマルチに活動できればいいなと思ってますね。
いろんな自分の好きなことを仕事に活かせたらいいなと思ってるので、はい、絵も描きながらモデルもやりながらみたいなことをずっと続けられたら一番いいなと思ってます。私の大学は結構私もこうイラスト描いたりモデルさせていただいたりとかしてるんですけど、こう個人でいろんな活動されてる方が多分多い、他の大学さんは分かんないですけど私の大学は比較的多いのかなと思うので、なんかたまに同じ大学の人とたまたまお仕事で一緒になったりとかそういうのが多くて、普通の4大には入ったんですけど面白いなと思って活動通ってますね。マーケティングの勉強をしているので、そのモデルさんとかあとそのファッションのことだったりとかどうやってこう売っていったりとかすればいいのかっていうのはすごくモデルだったりイラストのお仕事だったりとか今結構その SNS でみんなが自分のことを宣伝できる時代なので、そういう面ではすごく役立ってるのかなと思ってますね。これが私のカバンの中身になります。概要欄の方に私のインスタグラム、イラストのアカウントとあとお仕事、撮影のお仕事のアカウント2つあるんですけど、その URL と私が今このイラストのグッズをすずりっていうサイトさんの方で販売させていただいてるので、そちらの URL を貼ってますのでよければご覧いただければと思います。で、あと12月にまだちょっとタイトルとかいろいろ未定みたいなんですけど、他のクリエイターさんとかと一緒に渋谷の12月の半ばぐらいですね、12月の半ばに、渋谷のツタヤさんの方で少しばかりなんですけどポップイラストのグッズのポップアップをやらせていただく予定なので、よければその情報も後々インスタグラムにアップしていこうかなと思ってるので、よければいらしてください。ご視聴ありがとうございました。Hehehehe